私と同じようにあの人を恋しくなったのね。でも彼女はもうあらゆる感情が無に帰した時、どんな花が咲くでしょうね。あらゆる感情が無に帰した時、どんな花が咲くでしょうね。愛と信仰、憎悪と絶望。極楽の味わいを知りたくないの？愛と信仰、憎悪と絶望。私は破滅と共にある。人は先に死の安らぎを知り、後に死の美しさを称えるでしょう。私は破滅と共にある。なぜなら私が破滅なのだから。